はい、皆さんのハロー、無名ナナシです。ということで今回の動画なんですが、ザルードとセレビーの動画を上げた時にね、一つ言い忘れたことがありまして、ザルードを持った状態でね、鎧島駅の中にいる人に話しかけると、なんとね、サトシの帽子がもらえるということらしいんですよ。ちょっと動画撮った時に受け取りもしてなければ、話すことも忘れてたので、まあ、ちょっとね、実際に受け取ってみたいと思います。それでね、この中のね、この研究員の人かな、話しかけると、あら、そのポケモンはワルザルポケモン、ザルード、鎧島のどこかガラル地方にもいないポケモンよ、あ、鎧島にどころかガラル地方にもいないポケモンよ、ザルードに会わせてくれたお礼受け取ってちょうだい、ということでね、はい、ナナシはオリジナルの冒険キャップを手に入れた。たくさんのポケモンで出会っていく少年の帽子よ、あなたに似合うと思って、ということでね、帽子をもらったので、ちょっと着替えてみますか。はい、ということでね、冒険キャップオリジナルってことで、これですね。はい。おー、サトシの帽子。いいね。お、サトシのね、帽子かぶったピカチュウとかね、手に入ったけど、今作ではね、こういうサトシの帽子とかはなかったから、うん。すごいいい感じだな。まあ、ちょっと俺のキャラにはまあまあ合わないかもしれないけどね。まあ、男の、このね、キャラクター使ってる人とかには、ね、めちゃくちゃいいんじゃないかなって思います。まあ、ぜひね、まあ、ザルード、セレビー持ってなくてもね、ザルードだけでいいっぽいので、うん。で、しかも手持ちに入れるわけでもなくね、ボックスか手持ちにいればいいってことなんで、まあ、気軽にね、話しかけるだけでもらえるので、ザルードね、持ってる方は、一度ね、もらうのがいいんじゃないかなって思います。まあ、自分でね、ザルード買ってないよって、まあ、前売り券ね、買ってないからザルード持ってないよっていう人もね、まあ、周りに多分ザルードね、持ってる人、探せばいると思うんでね、その人からちょっとお借りしてね、帽子だけもらうとかっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今回ね、ちょっと前回の動画で言い忘れたことなのだけのね、話なので、ちょっと短いですが、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、通知登録よろしくお願いします。バイバイ、またね。